皆さんこんにちは、リンク所属ハンマー FM のハマケンです。今回の動画は前5作の第2弾、左下アンチ編になります。以前右下アンチ編を上げてから FNCS が始まってしまったので、なかなかね進められなかったのですが、なんとか第2弾を出せることになりました。というわけで今回は左下アンチでうまくいっているプレイヤーたちは一体何をしているのかといったところを説明していきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、左下アンチの場合のサージの稼ぎ方や立ち回りを少し把握できるかもしれないので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。ハンマー FM は皆様の高評価とチャンネル登録の提供でお送りさせていただきます。高評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。さて今回は先ほどお伝えした通り、前5作の第2弾左下アンチになった場合の立ち回りになります。立ち回りの内容を説明していく上で3つのポイントで話していきます。1つ目が円のフェーズごとのプレイヤーの動向、そして2つ目が左下サージ対策と、あとゴールデンポイントの説明ですね。そして3つ目が立ち回りの事例となります。まあ1と2は項目を分けてはいますが、適宜ね織り交ぜながら説明をしていきます。それでは早速円のフェーズごとのプレイヤーの動向を見ていきましょう。今回の集計はディオキャッシュの決勝と FNCS 予選のセッション3からね5試合ほどをピックアップしてきています。第1円から第5円までで円が確定した瞬間に生存しているプレイヤーの位置と人数っていうのをマッピングしています。こちらは第1円確定時の図と、まあ、なっています。第1円では濃い赤の部分が多くて、初動ファイトがあちこちで頻出しています。初動ファイトとして重要なことは、前提として落とし切られないということになります。つまり対面して落とし切れる場合はいいんですが、武器ガチャなどの要素も相まって不利になった場合でもまだ逃げられる場所があるかどうかっていうのは非常に重要となっています。まあ、第1円に関してはそれ以上特に何もねお話しすることっていうのはあまりないんですけども、こういった感じで第5円までマッピングをしています。表示されている情報を整理しておくと、薄緑が1人、濃い緑が2人、黄色が3から4、それ以上が赤という感じでプレイヤーの密度っていうのを表しています。また円が表示された時にエリア外エリア内にいるプレイヤーの数っていうのも左上に記載してあるので、どの円の時にどれくらいの比率でプレイヤーは中に入ってこなくてはいけないのか、まあ、そういったのが分かるようにしてあります。5試合分の累積の分布となっているので、この密度が高い場所を押さえておけば、どこに行けばプレイヤーが密集しているのかが、まあ、分かるというような状況になってますし、どの辺に点打ち台をね立てたらいいんだろうというところも検討がしやすいのかなと思うので、気になることはね、フェーズごとに止めながら見ていってくれればなと思います。そして各円の状況をまとめた表というのがこちらになっています。上の表が各円が確定した際のプレイヤーの人数、下の表がそれを率にしたものになっています。それではこれらの図と表を見ながら第2円の説明に入っていきます。第2円が確定した際にアンチ外にいるプレイヤーは 39.7%、 そしてアンチ内は 60.3% と、まあ、なっています。また図を第1円と比較すると、すでに遠くのプレイヤーは移動を少し始めてきていて、若干左側に寄ってるっていうのがわかると思います。まあ、全体的に赤の色が減っていて、初動バトルが終了している場所っていうのも多いんですが、メダリオンが取れる人気の箇所というところではまだ戦闘が継続している場合もあるようです。初動のあさりが終わって近くの名前付きエリアに移動し始めているプレイヤーや、予測塔の確保にね向かっているプレイヤーっていうのも見られますね。北側のラビッシュリアとかヘイジーヒルサイドの右下の方ではまだ移動が若干ね遅めになっているプレイヤーっていうのも多数見られました。また予測塔が取れるタイミングの第2円ではあるんですが、かぶりの多くいる場所っていうのはレイルウェイズの南側っていうところだけであって、比較的他の予測塔の場所っていうのはスムーズに取れそうな気配ですので、予測塔は積極的に取った方がいいとは思います。 NA セントラルの FNCS 予選2で1位通過したディオとか、あとはリートですよね、まあ、そしてアジアではザジさん、エイムさんのディオも積極的に予測塔を獲得することで安定した順位は確定できていますので、取りやすいのであれば獲得はすべきだなとは思っています。
第2位の特徴としては、右下アンチ編でもそうだったのですが、ルインドリールズとかレービルウェイズ、そしてラビッシュを結んだエリアというのはいつも空白地帯になっているということですね。確かに駅とガソリンスタンドとかしかなくて魅力は結構少ないんですけども、このタイミングでこの場所が空いていることが分かっていれば、左下を北側方面から目指す場合だったり、右上方面から目指すっていう時に、第2への早めの段階でこの辺を通っていくことで、安全に物資を減らすことなくて第3円に迎えるっていうことがまあ可能になっていきます。そして第3円、以前説明した右下アンチ編ではこの第3エンジンのアンチ外が 60% 程度ということで、外から入ってくるプレイヤーっていうのが多いですと、まあ、お伝えしましたが、左下エンでは様子が異なっていて、アンチ外にいるプレイヤーの数の方が少ないという結果になっています。円の中から外に向かって戦闘用貯蔵品を取りに行くというムーブがまあ多いということになってしまいますので、それは比較的近くの周りにも競合がいるということになってしまいます。それは円の中心にいるほど、まあ外周のね、円周っていうのが短くなっていくっていうことになりますからね。つまり外から来る場合っていうのはプレイヤーの間が離れていて早い者に勝ちになりやすいんですけども、中から外に目指していくプレイヤーが多い場合っていうのは戦闘用貯蔵品のファイトにまあ発展しやすいということを意味しています。まあ、リプレイを見ていると第2円が収縮開始し始めるとともに、プレイヤーも全体的に大きく移動は開始をしています。結果として第3円出現時にはフェンシングフィールド右側であったりとか、ルインドリールズの右側っていうところが、まあ、混み合う形と、まあ、なっています。戦闘用貯蔵品は存在しているパーティーの多い場所の縁ほど、まあ、枠個数っていうのは多いんですよね。なので第2円が収縮完了するまでに、まあ、例えばルインドリールズの東側のガソリンスタンド近辺とか、フェンシングフィールド東にある豪邸の近辺っていうのが、まあ、結構ね第3円の縁になりやすい部分はあるので、まあ、そういったところを取っておくと比較的貯蔵品の獲得っていうのもしやすいかもしれません。で、まあ、サージを稼ぐのであれば戦闘用貯蔵品が最も固まっている、おそらくフェンシングフィールドの東側がこう見渡せる場所から、あとはルインドリールズの東側、まあ、そういったところで点打ち台を稼いでいくっていうのもまあいいのかなとは思うんですけども、サージを稼いでいくっていうのが今回結構厳しい場合も多くて、どちらかというと対面を仕掛けてグラップルでヒット&ウェイを仕掛けていくっていうのが、いいかなとは思いますね。まあ、そういったのが今回ね強いムーブだっていうのは皆さん感じてるんじゃないのかなと思います。なので今回はパーティーが対面している可能性が高いエリアでサージを稼ぐ場所っていうのをゴールデンポイントに指定しています。場所は一番はやはりフェンシングの東側ら辺ですね。ここら辺がやっぱり人が溜まりやすい部分ではあるので、まあ、そこを一つゴールデンポイントとしています。そしてもう一つはルインドリール近くのガソリンスタンド近辺となっています。こっちの方は、まあ、フェンシングのところの北側に当たるんですけども、レールウェイズから入ってきたり右上側から入ってくるパーティーっていうところがちょうどここら辺に溜まってきやすいと、まあ、いうことになっています。あとは立位がね、第3円の中に入れば立位もありだとは思います。個人的に戦闘用貯蔵品に対してのファイトは積極的に狙っていっていいと思っています。というのも先ほどお伝えしましたが、この左下アンチに関してはすでに園内に最初から入っているプレイヤーの数が多いんですよね。ということからボックスなどにこもっていてなかなか移動しているプレイヤーを撃つチャンスっていうのが結構ね数は少ないということがまあ理由の一つです。なので対面も発生しやすいこのタイミングで当てておくっていうのは非常に効果的ですし、戦闘用貯蔵品があくまでの間であればシールドを割られたりしてもしつこく追ってくるっていうことは正直考えづらいです。まあ、なぜなら戦闘用貯蔵品を放置することはなかなかできないからですね。なのでこの撃破されない対面っていうのをしっかり狙っていくっていうのはまあ重要かなとは思っています。ただし当然漁夫も寄ってきやすいですし、スナイパーで抜かれる隙も多いのでその点はしっかりとケアをしていきましょう。そして第4円、再びアンチ外のプレイヤーの数が少ない円となっています。
この大洋への浮島出現時においてもフェンシングフィールドの東側っていうのはさっきの戦闘用貯蔵品が溜まってるボックスが多いっていう形になってるので、まだね周りにプレイヤーがいて身動きが自由に取れにくくなっています。ただし第3円で混み合ってたこのエリアの部分なんですが、第4円では大体の場合においてすでに円が外れてるっていうことが多くて、まあ移動はほぼ必須となっていくので、まあそういったところでも当てやすい部分は出てくるんじゃないのかなと思います。でまあ移動っていう面では第4では浮島がね出現するので、サージに余裕があればこのタイミングで裂け目の確保に動くのもまあいいのかなとは思っています。まあ、左下アンチの場合はピアッツァ近辺に3箇所とか、フェンシングの南にあと1箇所ね湧いたりするんですけども、右下アンチと異なっていて、非常にね移動が厳しいアンチが第5円で刺されるっていうのはねあんまりないとは思うんですけども、選択肢の一つとして用意しておいてもいいかもしれません。そして最後の第5円、完全にね左下のプレイヤーっていうところがまあね固まってきてますよね。アンチ内外の率っていうのもついにやっとねこの第5円で逆転したっていうような感じになります。この時点でかなり赤が集中しているのは浮島の裂け目を狙っているパーティーっていうのが多いためです。この左下円っていうのは当然混み合う箇所っていうのが右側とか上側にまあなっていくんですけども、まあ、そこの場所近辺に浮島が出現しやすいということもあってですね、必然的にまあそういったところに、パーティーが固まってるよということになっていきます。そういう面では島の西側っていうのは大きく開けていて、サージがある程度取れていて、物資が、まあ、ない場合ですね、資材が取れてない場合に関しては島の西側に行くことで、まあ、あの資材を回復していくっていうことができそうかなと思っています。まあ、そういったどのタイミングでどの辺に行けば敵が少ないかっていうのを押さえておくと資材の回復という面でも使えるマップとなっていますので、ぜひ活用してみてください。というわけでここまで第5円までの状況とおすすめの立ち回りを説明してきました。第5円からは基本的にどの円のまあ寄りでも同じ動きとなっていきますので、ここからはね説明を割愛をしていきます。さてここからは左下アンチの場合の立ち回りの例をね、紹介していきましょう。まずはザジさん、エイムさんのディオですね。この2人のムーブを先にざっくり伝えておきますと、初動でダメージを確保して予測灯を起動、そして安全な移動を行いながら近距離接敵した場合は近接戦闘を行って、中距離の場合は点打ちっていうような感じでサージもしっかり稼ぎながら終盤につなげていくと、まあそういった感じのムーブになっています。一番注目してほしいのは、まあ、初動なんですよね。初動はスヌーティー寄りをしているんですが、かぶりのパーティーがね大体普通にいます。で2番までであればボス側の建物は一旦渡して東側の家を漁るというような感じになっています。まあ、大体のパーティーっていうのはボス側の建物でドロップマップ作ってるんじゃないのかなとは思うんですけども、まあ、手前の東寄りの建物でドロップしているこのディオっていうのは東側からの寄りとしては西側のボスの建物より低くて早く降りれるっていうところが特徴になっています。なので例えばベランダとかでアサルトがすぐ手に入ればボスの建物に向かうディオっていうのはまだね飛んでる最中なんで、しっかりねダメージを与えるっていうことが可能になっています。まあ、3杯以上になるとこの建物にも来ることっていうのが多くなってしまうので、その場合はお互い枯渇ファイトになるので初動で負けてしまうっていうシーンも、まあ、少しねありました。しかし彼らは基本的に降りるパーティーが多すぎたりとか、あとは撃破がね不確実になったっていう時には、まあ、必ずね駅の方まで引いていくっていうようにしています。引く理由は2つあって、1つは当然初動落ちしないと、まあ、いうことになります。でもう1つは彼らは先ほど言った通りね予測灯を取るっていう形になっているので、駅によるっていうのは予測灯を確実に確保するということになっています。まあ、スヌーティーの北側には予測灯が確実ではないんですが、まあまあな結構な可能性で湧いてます。でその予測灯このディオに関しては結構ねその第1への収縮のタイミングとか結構早いタイミングで、抑えに行くんですよね。で、まあ、予測灯はやはりね相当強いと思います。それは彼らの結果を見ても明らかなので、近くに降りているけど取りに行ってないというチームは狙ってみてもいいんじゃないのかなとは思います。そして予測灯を獲得した後っていうのは初動で少し当てているということもあって、基本的には資材を借りながら安全に移動しつつ当てられるところではしっかり狙って当てていくといった流れになっていて、まあ、サージもねしっかりクリアしていました。
今シーズンは64人サージが大会で発生する回数っていうのがそもそも非常に少ないです。サージは基本第6編の54人サージからとなっているんですが、これもまたそこまでですね、実は強化値そんなに高くはありません。 FNCS のサージは別動画にまとめてあるので、ぜひねそちらの方を見てみてください。そういった面では初動か移動中の対面でしっかりダメージを稼いでおくというのは今シーズンの立ち回りの一つとまあ言えますよね。でもう一つサージ稼ぎの代表格といえば、やはりまだねスナイパーの稼ぎっていうのがあるんじゃないのかなとは思いますね。まあ、今回 FNCS が始まるもっと前のところの段階では結構ねスナイパー持ち運ぶパーティーが多くて、それでサージを稼いだり先制攻撃仕掛けるっていうのがまあ多かったんですが、まあナーフされて以降は結構少なくなっていました。まあ、この辺もねインベントリの動画先日上げてるので、そちらの方でアジアのパーセンテージは確かめていただければなと思うんですけども、まあこのスナイパーを使ってダメージを稼いでいくっていうのもまだまだ使えるんじゃないのかなとは思います。それではですね、まあ移動うちのスナイパーとしてはザゴーさん、シェロンさんの右下アンチムーブっていうのが非常に参考になったので、そちらを見ていきましょう。初動の段階で撃破もまあ取ってはいるんですけども、その後まあ近くでの戦闘に中距離でアクセスして、で積極的にダメージや撃破を重ねていくという流れになっています。移動の仕方を見ているとレールウェイズが外れた時からまあ移動はしていっているんですが、まあアンチの円の方にまっすぐ向かうのではなくて、縁から入ってくるパーティーっていうのを内側周りで探しながらね動いているっていうのが非常に印象的でした。また逆のアンチ側の方では戦っている敵っていうのがまあ散見されていてですね、後ろから追随して狙っていくっていう動きも見せていきます。基本的に全てのパーティーっていうのはアンチに向かうことっていうのが当然前提としてはあるので、アンチに向かう動きはこのディオにまあ背中を見せているっていう状態にまあなっているわけなんですよね。それをシェロンさんが後ろからしっかりスナイパーで抜いていくっていう動きと、アンチ外から入ってくるチームを当てながら弾いていく動きの2つで、まあダメージをしっかり稼いでいくムーブっていうのは非常に参考とまあなっていきそうです。さていかがだったでしょうか。今回は右下アンチの立ち回り編をお伝えしました。アンチが変わることでどの辺が大きく変わるのかなと思いながら自分でもね、まあ、調べていたんですけども、思いのほか円が確定したタイミングでの円の中や外にいる人数に差があったりとか、第3円での貯蔵品の確保の動きであったり、敵が溜まりやすい場所なども、まあ、分かりやすい違いがまあ見られる結果となりました。また例として紹介した2つのディオの動きっていうのはどの円でも参考になる動きだとも思いましたし、サージや移動の参考にしてみたらいいんじゃないのかなとは思いました。はい、ハンマー FM ではハマケンの独自視点で面白いなと思ったことを動画にしていきます。またこんな動画が見たいなという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あと今回もコメントをお持ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆様の参考に少しでもなれば幸いです。それでは